市原臨海球場は、千葉県市原市岩崎にある野球場。市原緑地運動公園内にあり、すぐ隣には、市原緑地運動公園臨海競技場がある。社会人野球、千葉県大学野球、高校野球千葉県大会など、主にアマチュア大会で使用されている。年に数回、イースタンリーグ公式戦が開催される。ホームベース後ろには、 式であるイチョウの葉が描かれている。2012年秋に臨海競技場、臨海球場と市原市ノーマンにある別施設も市原市、中央武道館の3点セットで命名権を公募した。審査の結果、地元市原市でオリジナルユニフォーム T シャツの製作やゴルフツリ具のリサイクル事業を展開している ZA 株式会社が 2013年4月から3年間、臨海競技場と、セットで、年間300万円で取得し、愛称を、ZA ボールパークとすることが決まった。2016年4月からさらに3年間更新されている。電光掲示板、ZA が、命名券、来年4月から年450万円、臨海競技場、臨海球場、武道館市原市。 ネーミングライツの導入状況について、ありがとうございます。